静かな夜だな。そういや他のサーヴァントはどうしたよ。ま、たまには二人きりで狩りも悪かね。種火狩りだろうがなんだろうが付き合ってやるさ。それともなんだ、俺に用でもあんのか。へえ、こりゃカルデアでガキのサーヴァントどもがたまに食ってるあれだな。なるほどね、バレンタインってか。どいつもこいつも和気あいあいとしてやがると思ったが。いいのか、欲しがってるやつは食堂あたりにわんさといたが。まあいいか、腹にはたまりにくそうだが、もらえるもんはありがたくもらっておくぜ。マスター、悪いが俺は何も持っちゃいねえ。返せるもんには期待すんなよ。殊勝なことを言ってくれるじゃねえの。ただな、気前が悪いと思われんのもちょっとな。それよ、落とすなよっと。全員が全員ってわけじゃねえが、俺たち英霊の中には聖杯戦争を経験したやつもいる。でこれもまた全員ってわけじゃねえんだが、その時の記憶をいくらか残してるやつもいる。この俺がそうだ。年食った俺やキャスターの俺がどうかは知らんが、俺は昔聖杯戦争ってやつで戦った。殺し合った。あん時の俺は宝具を封じられててな。知っての通り威力は抜群だが知名度も抜群とくる。そこで当時のマスターは宝具の封印を選んだ。奥の手の切り札はとっておきだってな。宝具がなくても戦闘は発生する。なら当然武器がなくちゃ話にならねえだろ。うがちの主槍ならざる槍。当時のマスターが俺にあつらえた急増の槍ってわけだ。ゲイボルクにはほど遠いが、それでもまあそれなりに使い勝手のいい槍だぜ。何の因果かそいつを俺は今も使ってる。気づけば愛用の槍ってわけだ。何せ使い潰しても一切気にならねえし、考えようによっちゃ思い切り戦えるってな。あんたには無用の長物かもしれんが、受け取ってくれや。何、代わりは何本かあるんだ。いい武器なんだぜ。スフィンクスと戦ってもなかなか折れねえとくる。ま、政権相手じゃ一発でポッキリ折れちまうがな。